大阪梅田駅に今来てるんですけど、これからねちょっと徒歩で難波まで心斎橋、グリコのとこまで行こうかなと思うんですけど、実際どれぐらいのね、時間がかかって何があるのかとかいろいろ見ていこうかなと思います。それではね、十分始まります。というわけでやってきましたけど、今がちょうど10時、どれぐらいで行けるのかというわけで、こっちですね。いや、まっすぐやな、まっすぐ。これからね、御堂筋の大きいラインにね入ろうかなと思います。結構ね時間が、かかるんですけど、それに乗ったらあとはもう一直線ということで、これから御堂筋にね向かっていきます。まっすぐ行ったら、御堂筋のラインに入れると思うんですけど、飲み屋街が続きますね。難波に行けるということで、これからねこれまっすぐ行って、難波心斎橋の方に行ってきます。ここが大阪市役所です。すごいな、めちゃめちゃでかいですこれ、大阪市役所。
辺なんですけど、結構ね立派なビルが立ち並んでます。で、まあ、この辺なんか保険関係の、ビルとか、まあ、ショッピングで、まあ、銀行とか結構ねそういう、ところが多いですね。もうパッと見なんか国会議事堂みたいな感じのちょっとね硬いコンクリートで覆われてる、建物が結構あるんですけど、この辺というわけで、心斎橋のね商店街にようやく入りました。この先に行けば、心斎橋道頓堀川恵比寿橋に行けるということですね。というわけで道頓堀到着しました。だいたい1時間ぐらいで、梅田駅から、到着します。というわけで今日はこれで終わろうかなと思います。はい、ありがとうございました。アバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。